皆さんこんにちは、トレイントリップです。今日はこちら JR 東日本の中央本線新宿駅にやってまいりました。本日はですね、ここから中央本線を西に行きまして、立川駅からそこからですね、青梅線という路線に入りまして、青梅奥多摩方面への観光列車として本日2022年の8月13日本日ですね、お座敷青梅奥多摩号という列車が、青梅線を走る観光列車として走ります。こんな感じ、新宿駅11番線から8時46分発お座敷青梅奥多摩号の奥多摩駅、本日はこちらの臨時快速に乗っていきたいと思います。そう、この列車ですね、この列車お座敷青梅奥多摩号とついています。そう、その通り、この列車はお座敷とついていますから、車内は畳張りの、まるで実家のような安心感のようなね、そのようなね、ことを味わえることができます。本日はそのお座敷列車というものにね、乗車していきたいと思います。さあ、どのような車内なんですかね、とても楽しみですよね。そしてですね、まもなく11番線にはお座敷青梅奥多摩号が到着します。この列車は新宿駅8時41分頃、発車の5分前に入線しました。それでは入線です。キラネルロックの内側にてお待ちください。さあ、12番線には改札停車の台に行きます。さあ、というわけで8時41分、こちら、本日運行します中央本線立川、そして青梅線の青梅、奥多摩方面への臨時列車として、お座敷青梅奥多摩号に充当された列車はこちら。なんと、数少ないこちら485系の、またこれも数少ないお座敷青梅奥多摩号485系、花という車両が使われました。はい、というわけで本日、乗車していく列車はこちらの485系というね、国鉄型特急のめちゃめちゃ古くて貴重すぎる列車、高崎車両センター所属の485系の花です。こちらね、中央本線の特急と並んでいてですね、新宿駅にこの485系が止まっているのはね、なかなかの違和感ですね。本日乗車していく列車はこちらとなります。車内はこの列車お座敷となっていますね。いや、それではね、いや、ほんと楽しみですよね。またこのお座敷列車というのは、お座敷というのはこんな感じ、グリーン車扱いとなっているんですね。なので、あんな感じでお座敷列車はグリーン車扱いなので、全車グリーン車ということになっています。それでは発車まで時間が少ないので、こちら全車グリーン車お座敷青梅奥多摩号のね、485系花2号車乗車口より、乗車していこうと思います。それではね、入っていきましょう。さあ、何やら、なんかね、普通の列車とちょっと違うような雰囲気ですよね。さあ、そして、ドアを開けて、おっと、ここで、靴を脱いでしまいました。普通、電車の中で靴を脱いじゃっていいの?と思ったあなた。そうなんです。この列車、先ほどもね、言った通り、この列車、お座敷なんでね、こんな感じで、これすごいですよね。靴箱があります。さあ、そして、車内は、こちら!よー、すごいですね。さあ、これはすごい。これ、実はね、こう見えて電車の中ですよ。これはね、ほんとすごい。お座敷列車とね、なっていますよね。いやー、すごいですね。車内はもうまるで先ほども言ったように、実家のような安心感。まるで、ね、おばあちゃん家の家とかね、宴会場のような、そんな雰囲気ですよね。いや、これが電車の中だと思うとね、さすがにちょっとね、やばいですよね。しかし、ちゃんと外はね、窓がありまして、これは電車の中。確実に電車の中です。とてもね、すごい。そして、まあ、こんな感じでね、一応、座席板がね、振られていますので、本日はこの6人用のテーブルの、この端っこの部分ですよね。ここをね、押さえました。そして、この、青梅、奥多摩方面への観光列車として走ります、
485系お座敷列車、お座敷青梅奥多摩号は、帝国通り8時46分、新宿駅を発車していきます。この列車の途中停車駅というのは、快速列車ですから通過駅がありまして、新宿を出ますと、三鷹、国分寺、立川、拝島、青梅、三宅終点の奥多摩に停車していくという形になります。青梅線内も通過駅があるのが特徴です。さあ、それではですね、このお座敷青梅奥多摩号新宿を発車したことですし、それではね、この数少ないお座敷列車の車内紹介というのをね、少し始めていきたいと思います。さあ、まずですね、畳ですが、これはね、完全なるね、あの畳なんですよね。日本の文化とも言えるこちらの畳です。また、こちらの高崎支社の485系、こちらの花の畳というのはですね、なかなか綺麗に管理されていましてですね、全然あの、畳のクズというかね、木クズみたいなのがね、服につかなかったので、とてもね、良かったです。そして、この机というのはですね、まあ、座席というのは、このような形で、6人掛け、8人掛けのね、テーブルがありまして、座席自体というのは、こんな感じですね。はい。こんな感じで、宴会場とかね、旅館にありそうな、こういうね、座席がなっています。まあ、この座席でもですね、全然滑らなくてですね、とてもね、快適性がね、保たれていると思います。そして、こんな感じ、座布団とかがね、ついていますので、お尻はね、そこまで痛くないという感想でした。いや、いいですよね。こういうね、電車の中で、お座敷を味わえるというのはね、とても嬉しいです。そして、この列車、フラットではなく、こんな感じで、掘りごたつ式。こんな感じで、足をね、こう下にすることができますので、あぐらをかいたりする必要はありません。なので、全然足とかもね、全く疲れませんので、なかなか快適な移動がね、できると思います。また、この列車の荷物棚はどこにあるのと思った方、こちらですね。こちらのテーブルのね、後ろとかね、横にあります。こちらはですね、椅子とかではなく、こちらが荷物棚となっています。こんな感じで、この木のね、箱みたいなのを取り上げて、上にありますと、こんな感じでですね。こういう荷物棚になっています。またこちらの荷物棚結構ね、深くなっておりますので、大きめのね、リュックサックとかでも入れることができそうです。そしてまたこのね、コロナ禍のね、お座敷列車ということで、まあ一応こんな感じでですね、消毒剤というものがね、こんな感じで置いてあります。まあなのでね、まあ安心してというかはね、まあ消毒剤が置いてあるという感じです。そしてこの、お座敷を目奥卵4%5系の花の、こちらの天井のね、感じはですね、とてもこれすごいですよね。いやー、普通のね、列車のね、電気とはね、また雰囲気が違ってですね、いや、とてもね、高級感があります。さあ、さらに、この車両の車端部を奥を見ますと何やら、まあ、現在使用停止中となっていますが、なんだあのボタンはと思ったあなた、そう、あちらですね、なんとカラオケボックスなんですね。いやー、びっくりですよね。コロナの流行る前は団体列車なんでね、使われる際にカラオケボックスがね、使用することができたそうです。いやー、電車の中でね、カラオケなんてしたらね、すごそうだけど、いやー、ほんとすごいよですね。さすがね、お座敷列車。もうね、格がね、違いすぎますよね。またこの列車デッキにやってまいりましたが、おほ、なんか、よくわからない箱が置いてある。さあ、これ何でしょうね。さあ、この中にね、おっと、氷みたいなのがついていますね。そう、なんとこちらの485系の花、なんと冷蔵庫がついているんです。冷凍庫かな?はい。こんな感じで、氷がね、ついています。これなんと電源が入っているんですね。なので、誰も入れていませんが、使おうと思えばね、まあお茶などね、入れてね、冷たくね、飲むことができます。いや、これ、冷蔵庫が電車の中にあると思うと、ちょっとやばいですよね。さあ、それでは、485系のね、花の座席紹介、車内紹介は以上にいたします。ここからはですね、奥多摩までの車窓をね、眺めていきたいと思います。それでは列車はですね、新宿から走ってきましてですね、最初の停車駅の三鷹駅に到着です。この駅ではこんな感じで先行の中央線をね、これ追い抜かすんでしょうかね。この列車は臨時列車ということですが、どうなんでしょうかね。あちらの普通列車はこの列車多分、どうなんですかね。多分この列車はあちらにいる中央線の列車をね、追い抜くと思うんですよね。素晴らしいです。さあ、そして、まもなく、列車は国分寺に停車しまして、その後ですね、立川駅に到着していきます。ついに立川までやってまいりました。この立川駅に停車しますと、この列車中央線を西に進んでいくわけではなく、ここからは青梅線という別の路線に入っていきます。
そして立川を走りました。あんな感じで今中央線の線路をまたぎまして、今青梅線という路線に入っています。この先青梅線をひたすら、まあ、北上しまして、青梅奥多摩方面へとこの列車走っていきます。そして列車は現在東中上駅という青梅線内のね駅を通過しているわけですが、なんと青梅線内の停車駅というのはですね、通過する列車がねないんですよね。青梅特快とかもね、中央線内は通過駅がありますが、青梅線内はね各駅停車ということになりますので、こんな感じで青梅線内の各駅を通過していく列車はですね全くねないんですね。なのでこの列車は青梅線内通過していきますのでね、かなりのレアな列車と言えますね。まもなく列車は拝島駅に到着です。拝島駅はねかなり大きな駅となっていまして、西武線やね、また八高線、そして、五日市線などとね分岐駅です。さあそして列車は青梅に到着いたしました。さあそしてですね、この先青梅から奥多摩間というのはですね、東京都とは思えないぐらいのですね、ほんと山梨県とかね、もうそっちのあたりのね方に見えてしまうぐらいね、超秘境なね区間へと入っていきます。この先の青梅奥多摩間というのは東京アドベンチャーラインというね別名もね付けられてしまうほど、とってもね魅力があるね路線となっていきます。とてもね楽しみです。さあそして青梅駅を発車しました。この先ですね、かなりの秘境区間へと入っていきます。このね、窓のねでかいお座敷列車から見るね、東京アドベンチャーライン、とってもね楽しみですね。こんな感じでだんだんと山が見え始めてきました。さあちょっとね運転席のねこちらの後ろのね展望席にやってまいりましたが、いやすごいですね、この青梅奥多摩間というのはなんと東京都内ですが、なんと単線となっているんですね。また先ほど見ましたかね、線路の周りにかなりのね雑草が見られてね、いやほんとまるでね東京じゃないみたいなね線路になっていますが、完全にここはね東京ですからね、なかなか面白いですよね。そして列車はまあ単線ということもありまして、対向列車のね待ち合わせをしなくてはなりません。そして対向列車の待ち合わせをするとこんな感じで発車するという形になります。いやまたすごいですね、雑草だらけのね線路ですね。いやーこれはなかなかね見応えのあるほんと路線だったなと思いますね。さあそして列車はねだんだんと奥多摩方面と近づいているわけですが、いやーこんな感じでだんだん緑が多くなってきましたね。いやーすごいですよね、こんな感じでとってもね緑の多い感じになってきまして、あんな感じで霧とかがねもう見え始めていますけど、なかなかのこれはかなりすごい路線ですよね。ほんとこれ先ほども言いましたがね、東京都内ですからね一応ね、いやとってもねいやー魅力のある やつですよね。まあ、そして列車は通過駅をね通過しているわけですが、またねこちらの駅も誰もいませんね。なかなかこれはいやー東京とは思えませんね本当に。さあそして列車は御嶽駅という奥多摩の一つ前の駅に到着しました。ここの御嶽駅では10分ほどの停車時間があります。外に来ましたが、いやー山とねこのお座敷列車花かなり合いますよね。いやーこのでも外から見るとねこんな感じで花って結構独特な色をしているのでね、なかなかね目立つ車両となりますよね。いやー前もなくねまあ奥多摩までもうすぐですが、御嶽駅で10分の停車時間がありましたのでね、写真撮影とかをすることができました。さあラストスパートをね迎えていますが、なかなか綺麗な景色でした。そして列車は終着駅、新宿から1時間50分かけまして終点の奥多摩に到着です。ここまででとても楽しい旅でした。というわけで奥多摩に到着、花をね見送っていきたいと思います。
はい。というわけで、本日は新宿から奥多摩まで1時間50分、青梅、奥多摩方面への観光列車として走りました。4パー5系花、お座敷列車を使いました。お座敷青梅、奥多摩号に乗車したという動画でした。皆さんね、お座敷、とってもね、ほんとおすすめできる、とっても楽しい列車なので乗ってみてください。ありがとうございました。